中尾誠一郎8月2日隊は株式会社佐賀新聞社の代表取締役社長佐賀県出身1997年3月中尾は佐賀市におけるシンポジウムで佐賀というのは福岡から下に見られ福岡人が死亡交渉の章であれば佐賀はエタピニンと発言これが差別発言として問題視され ブラック解放同盟佐賀県連合会が中尾を休断し、謝罪に追い込んだ。一方、ブラック解放同盟と対立する全国、ブラック解放運動連合会九州地協は、ブラック差別発言ではない、比喩として不適切だっただけとの見解を発表し、休断会に出席しないような顔に促した。など。 2001年7月に発足したエンジン01文化戦略会議に立ち上げから関わり、2回目のエンジン01オープンカレッジは佐賀で開かれ、80人の著名人が佐賀に集結した。また、2014年にはエンジン02佐賀を竹尾市、嬉野市で開催し、林真理子市、中園美穂市、秋元康史市など、第一線で活躍する文化人たちが集まった。 エンジン01各分野の表現者、思考者たちが日本文化のさらなる深まりと広がりを目的に参集したボランティア集団各分野の表現者、思考者たちが日本文化の深まりと広がりを目的に結集し名称はエンカレッジジジャパンインテリジェントネットワークの略異分野の才能がエンジンを組み新時代の文化形成のエンジンとなることを狙う ありがとうございます。